なたの未来はプネと夏野ゆきです。初心者向けボイロイドスタジオ講座第9回目は表情の設定を解説します。ボイロイドは初期状態では口に大げさな感じの表情がついています。これがそのままだといわゆるボイロイドっぽさが目立ってしまうので、モデルの雰囲気に合わせて調整を行いましょう。解説は喜怒哀楽とあいうえおに分けて行います。今回の完成形はこんな感じです。調整前と比べると口元が自然な感じになっています。それでは始めていきましょう。では顔編集タブの一番下にある表情編集を開きます。まずは喜怒哀楽の調整です。ナチュラル標準からサプライズと驚きまでの表情の調整を行います。今回は目元はそのままで口元の調整を主に行います。女性型アバターなので口括弧女性のパラメータを開いて、初期状態で設定されているパラメータを全て半分にしていきます。標準を50コピーしておいて、楽しいも50、悲しいも50、怒りも50、喜びも50です。最後驚きも50にします。これだけでも表情は少し控えめになったので、 V ロイドっぽさというのは抑えられたかなと思います。これだけでは少し味気ないので微調整を行いましょう。口が閉じている表情と口が開いている表情の2パターンに分けて説明を行います。まずは口が閉じている表情からです。口が閉じている表情の場合は、その表情の口パラメーターと楽しいパラメーターとは下の方に隠れてるんですが、口内パラメーターの縮める、広げる、これらを組み合わせて口の形を作ります。今回は標準に楽しいを少し加えてみましょう。こんな感じですね。続いて楽しい表情ではパラメータとして楽しいが使われています。なので調整するのは楽しい自体を調整しつつ、縮めるパラメータなのでバランスを取りましょう。今回は縮める調整はなしで、楽しいの口の調整だけで行います。次は怒り顔です。怒り顔もそのままのパラメータだとちょっと大げさな感じになるので、ここに楽しいを加えると口がまっすぐに立ってちょっとムッとした感じの表情にできたり、口内パラメーターの広げるっていうのを使って、まあ、もう少しムーッとした感じの表情にしてみたりすることができます。今回はこれでいこうと思います。続いては口が開いてる表情です。開いてる口にはパラメーターの悲しいやあいうえおのうなどを混ぜて口の形を作ります。驚き顔の場合はうとおも入れるとこんな感じの口になります。次は喜び顔で、こちらも悲しいかうかおを混ぜていきます。今回は悲しいを混ぜてみましょう。こんな感じの口になりました。悲しい表情なのですが、他のパラメーターと混ぜると異なるイメージになることがわかります。今回はこんな感じにしてみました。最後に悲しい表情です。こちらも同じく悲しいパラメーターを使うか、そこにうおを少し混ぜてあげるのが良いかなと思います。今回は口を少し小さめにしてみようかなと思います。こんな感じでいきます。これね、
初期設定とは少し異なる喜怒哀楽の表情設定ができました。次は、あいうえおの調整を行っていきます。まずは、あ、い、うの3つを作ってから、あと、うの中間として、おを作ります。そして、あと、いの中間として、えを作ります。実際の作業の流れは、あ、う、おの順番で作った後に、いと、えを作ります。では、あの形からですね。あのパラメータをそのまま使うのではなく、ちょっと控えめにしつつ、おや、おの形を混ぜるのが良いかなと思います。今回はこんな感じにしてみました。続いて、うです。こちらも同様に、うをそのまま使わずに、ここに、お、や、は、をちょっとずつ混ぜて、形を整えていきましょう。今回はこんな形にしてみました。続いて、おです。おは、あと、うの中間として作るので、まず、あのパラメータを移植していきます。あの設定を見て、パラメータを移植していきます。よいしょ。はい。これで、あの形と、おの形が同じになりました。この状態に、おのパラメータを少し上昇させます。こんな感じでどうでしょうか。表情の、あ、お、う、と順番に動かしてみて、違和感がなければ大丈夫です。続いて、いの設定です。いの口の形は特徴的なので、パラメーターはそのまま使います。ただ、口を横に広げすぎているので、口内パラメーターの縮めるを使って、ちょうど良い横幅になるように調整します。今回はこれくらいにしておきましょう。もう少し歯を見せたいなというときは、ここに少しだけ歯を加えます。そうすると、歯の隙間が見えてしまうので、この歯のパラメータの中にある、短くする、これを値直接入力で、マイナス20くらいを設定すると、隙間が埋まります。今回はこんな感じにしておこうと思います。最後は、絵です。パラメータの絵をそのまま使うと、特徴的な口になってしまうので、まずは、パラメータの、あ、をベースに、パラメータの、いを混ぜるか、へを混ぜるか、で、口の形を調整していきます。この時の注意点として、口の形は、より、への縦幅が大きくならないように、少し控えめな縦幅になるようにします。あとは、いの口の形より、横幅が広くならないように、横幅を縮めるなどして調整していきます。ではやってみましょう。口の大きさを広がりすぎないように調整しつつ、少し横に伸びる感じのパラメータ設定にします。縦幅は問題なさそうですね。では横幅です。横幅は、今、絵の方が広くなってしまっているので、これを、いより、ちょっとだけ狭いか、同じくらいにするようにします。口内パラメーターの、縮めるを少し設定して、こんな感じでどうでしょうか。表情の、あ、え、い、と動かしてみて、違和感がなければ大丈夫です。これで、あ、い、う、え、
調整は完了です。調整前と比べると、口元が少し落ち着いた印象になっているかなと思います。以上で、表情設定についての解説は終了です。これで、初心者向けワイルドスタジオ講座の顔作りの全工程が完了しました。あとは、こうして撮影モードでポーズをつけてみたり、VRM ファイルをエクスポートして、VRM を読み込めるツールでアバターを動かしてみたり、いろいろと試してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。